画像は伊藤沙莉。放送中の NHK 連続テレビ小説、虎に翼。で、女優、伊藤沙莉さんが主演する猪爪虎子役のモデルは、日本初の女性弁護士、判事、裁判長を務めた三淵佳子さん、伊藤沙莉さんは、脚本、演出家の蓬来隆太さんと結婚間近との噂が流れています。画像は伊藤沙莉の彼氏、 宝来隆太、脚本家。2022年4月に週刊し、フライデーにスクープされた伊藤沙莉さんと宝来隆太さんの交際は、ライさんが原作、演出を手掛けた2021年6月上演の舞台、首切り王子と愚かな女、で伊藤さんがヒロインを演じたことがきっかけで急接近し、 蓬莱さんが猛アプローチをかけて同年夏から交際に発展したという経緯が明らかにされました。画像は伊藤沙入と彼氏の脚本家。蓬莱龍太の2ショット画像。蓬莱龍太さんと鈴木珠代さんは友人関係で、男女関係を否定。鈴木さんの自宅に入ったことも伊藤沙入さんに伝えている。伊藤沙入さんは二人が友人であり、蓬莱龍太さんを信じているとコメント。 伊藤沙莉が蓬莱竜太の二股交際疑惑に言及。鈴木珠代と密会。浮気疑いで物議も気丈に振る舞う。騒動を乗り越え、二人は同棲生活を続けており、昨年10月に下北沢で手を繋なぎながらデートしている姿が目撃されました。画像は伊藤沙莉と彼氏、蓬莱竜太の下北沢手繋ぎデート画像。日刊現代によると、 朝ドラ終了後に結婚する可能性があるという二人に結婚の噂が浮上しているそうです。伊藤沙入さんの大親友で同い年の女優、松岡真優さんが、有岡大樹さんとの結婚を発表したことが結婚説が広まったきっかけとして挙げられています。画像は松岡真優と結婚相手の有岡大樹。<laughs> HEYSAYJUMP。E y S A y J U M P 伊藤沙莉さんと松岡真優さんは同い年で子役出身などの共通点があり、2012年公開の映画、悪の協定などでの共演で関係を深め、2016年放送の連続ドラマ、そのおこだわり、私にもくれよ、で W 主演し、昨年からは配信番組、お互い覚ます、で共演しています。日韓現代によれば、 二人は一卵性ソーセージのように仲が良く、松岡真優さんと有岡大樹さんの結婚に対して、伊藤沙入さんが強く刺激を受けたとしても不思議ではないとしています。芸能関係者も伊藤沙入さんの結婚ついて、親友、松岡真優さんと有岡大樹さんの交際を長年見守っていたとした上で、自分の結婚については慎重になるのと同時に、じゃあ次は私が頑張る番かな。 ととと心を新たにしていると聞きますと語り、結婚間近なのではと推測しています。9歳で芸能界入りし、子役時代からドラマ、女王の教室などに出演していた伊藤沙莉さんも今年で30歳となり、そしてプライベートでも非常に仲が良いという松岡真優さんが結婚したことで、具体的に結婚を考え始めていたとしても不思議ではないですね。兄のオズワルド。 伊藤俊介さんと河津亭岩倉さんは一度破局を経て復縁し結婚も視野に入れて真剣交際中今年の元日には年内にも結婚へと報じられている兄弟揃ってゴールインするのか交際の行方を見守りたい NHK 連続テレビ小説「虎に翼」は中盤を迎えさらに視聴率上昇の気配を見せている 第45回と第55回は視聴者の評判がすこぶる良かった前期作「ブギウギ」でさえ到達できなかった世帯視聴率18%超えを記録したヒロインを務める伊藤沙莉はここ数年少々腰を引き気味だった朝ドラ視聴者の心をがっちりと掴んで話さないもっともオンエア前に伊藤の私生活が前面に出てしまうことに危惧していた NHK 関係者もいて 制作幹部は伊藤側に派手な行動を慎むように釘を刺したと言われる。そうした見えない努力も功を奏したようだ。何度か撮影収録中に取材を試みましたが、伊藤はいつも寄り道をすることなく自宅と仕事場を往復するだけでした。以前は友人とたびたび、外飲み、する姿も目撃されていましたが、撮影が始まるとその動きはピタリと止まりました。 朝ドラヒロインは手に入る仕事ではなく、好評を得た今ならなおさら、それ以降の仕事で飛躍できることを彼女はよく知っている。誰にも迷惑がかからないよう、宅飲みを楽しんでいるようですね、と話す。ただ、伊藤に、にわかに、朝ドラ終了後に結婚発表か、という噂がささやかれ始めている。相手は2年前に交際が発覚した18歳上の演出家。 龍太氏だと言われているが、結婚説が流れるようになったのは、今月7日に結婚発表をした親友の松岡真由の存在が大きいようだ。伊藤と松岡は2012年11月に公開された、悪の協定での共演以来、同学年という共通項もあって、大親友同士になって10年を超えた。三浦春馬の不法に落ち込む松岡に寄り添い、支え続けた伊藤は松岡について、 携帯を預けていても平気でいられるくらいの間柄と公言してはばからないが心の底から本音を言い合える関係は芸能界において珍しい食事も喉を通らず眠ることもできなかった松岡に何をするでもなくただ寄り添い続けたのが HEYSAYJUMP 有岡大輝と伊藤だったのです三浦さんが亡くなって15日後 当時 MC を務めていた TBS ラジオの番組、松岡真由町音の前に、で、松岡は初めて三浦さんのことに言及したのですが、二人がそばにいてくれなかったらどうなっていたのでしょうか。芸能界は弱肉強食の世界で、上辺だけの付き合いも多い、そんな場所でまるで一覧性ソーセージのような仲の良い二人だからこそ。 松岡の結婚に伊藤が強く刺激を受けたとしても不思議ではない。伊藤は、8年以上にもなる松岡と有岡の恋愛模様を見てきました。トップアイドルとの許されない恋に何度も心が折れそうになる松岡の姿を、伊藤が絶対の自信を胸に、さらに大きく飛び立つ日は目前に迫っている。NHK 連続テレビ小説、虎に翼は中盤を迎え、 さらに視聴率上昇の気配を見せている。第45回と第55回は、視聴者の評判がすこぶる良かった前期作、ブギュウギでさえ到達できなかった世帯視聴率18%超えを記録した。ヒロインを務める伊藤沙莉は、ここ数年、少々腰を引き気味だった朝ドラ視聴者の心をがっちりと掴んで離さない。もっとも、オンエア前に、 伊藤の私生活が前面に出てしまうことに危惧していた NHK 関係者もいて、制作幹部は伊藤側に派手な行動を慎むように釘を刺したといわれる。そうした見えない努力も功を奏したようだ。何度か撮影収録中に取材を試みましたが、伊藤はいつも寄り道をすることなく自宅と仕事場を往復するだけでした。以前は友人とたびたび、外のみ、する姿も目撃されていましたが、 撮影が始まるとその動きはピタリと止まりました朝ドラヒロインを演じるのは簡単なことではない人気を得ている彼女ならなおさら次の仕事で成功することをよく分かっている誰にも迷惑がかからないよう宅飲みを楽しんでいる様子だと話す人がいるしかしその彼女には朝ドラが終了した後に結婚するかもしれないという噂が広がりつつある 相手は2年前に付き合っていたと噂されている18歳上の演出家、蓬莱龍太氏だが。